ですよ、ドドリアさん。ザーボンさんも行きなさい。はい。これが歴史の改変というやつか。ドドリアだけでなくザーボンまで追ってきては、あの二人が逃げ切るのは難しいじゃろうな。お前さんが助けてやるしかないな。張り切って行ってこい。逃げられると思ったか。やばい、ザーボンとドドリアですよ。ザーボンかっこいいよな、本当に。ドドリアはやばいけど。さあ、クリリン、ザーボン頼んだぞ。俺はドドリアを行く。よっしゃよっしゃよっしゃ。とりあえず、技力を上げて、まずはスーパーサイズになりましょう。ドドリア消えたか。じゃあまずはスーパーサイズになってからゴー。全然当たんないっていうね。これザーボンとかこれ技力とかわかるからさ、放ってきそうで怖いよな。ハメハメハ。完全に今瞬間移動カメハメハってやつですよ。あ、戻ってしまう。行きます、次へ。孫悟飯はドドリアから逃げ切れたようじゃな。結果的に本来の歴史通りになったの。お前さんはそろそろ帰ってきて。え？悪のナメック星人スラッグ登場。初めて戦うな、これは。スラッグ1にも出てこなかったからな。これ新キャラはね、嬉しいよ。おっと、トランクスがなんかこっち向かってるらしい。
命拾いしたな。え、何だったんだ、そんな強敵なの。なんであそこまでトランクスビビってるんだ。てかめちゃ上がってきてるんだけどレベル。まあ別に上げなくてもいいよね。うん、とりあえず割り振んなくてこのままいっちゃいます。ドドリアー、ドドリアあれ逃げたからだな。ここでうちのメスと思いっきりやってやりましょうぜ。あ、でももう闇か、闇化してやがるドドリア。ふざけんなこいつ。スーパーサイヤ人だ。オッケー、めっちゃ飛ぶぞあいつ。どんどん上がるね。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。何だったんだ、さっきのやつは。ご苦労じゃったな。歴史は無事元の流れに戻ったぞ。こっちでも調べてみたが、歴史を荒らしとる奴らはどっちもとんでもない悪人じゃぞ。ターレスはサイヤ人の生き残りの一人、宇宙を暴れ回るならず者クラッシャー軍団のボスじゃ。スラッグも数々の星を支配下に収めていた魔族の軍団の親玉じゃな。二人とも他の歴史で悟空君に倒されているわ。おそらくその復讐をしようとしているのよ。トランクスたちが二人を追っているが、まだ足取りはつかめておらんようじゃ。何か対策を考えなければの。そうね、その通りね。でも私用事があるからこの辺で失礼するわね。こりゃ、わしの話を聞いとったんか。話し合いをせんといかんじゃろうが。何よもう、私だって忙しいのよ。時々がそろそろ卵を産みそうなのよ。だからあの子のお世話をしないといけないの。ほう、そうじゃったのか。それはめでたいの。時々は時間の流れを司る神聖な鳥、卵の中には新しい宇宙の時間が詰まっとるんじゃ。簡単に言っちゃうと、時々の卵には時間を生み出すエネルギーがあるの。あの子を守り育てて健康な卵を産ませることは時の海王神のお仕事の一つなのよ。ほほほ、生きとる間に新たな歴史の始まりを見ることができるとはの。そういうことで私は行くわね。あ、じゃからあやつらの対抗策を。そんなの、また邪魔してきたらぶっ倒すしかないでしょ。いや、まあそうかもしれんが、やれやれ、今後も力押しになりそうじゃの。お前さんも大変じゃな。ま、
頑張れよ。はい、ということでタイムパトロールを一通りやったのかな、まだあんのかわかんないんだけど、なんかこういう表記が今出てます。シングルロビー&マルチロビー、オンライン環境でのコントントでは世界中のプレイヤーと協力してパラレルクエストや対戦を行い、腕前を競い合うことができますと。なるほどね、これ俺やったことがないんですよ、前作でも。このオンラインってやつはシングルロビーでは他のプレイヤーがパトローラーとしてコントントに現れます。自分がチームリーダーとなっている状態でパトローラーのプレイヤー情報画面を開き、彼らに銭を支払うことでスカウトしてパラレルクエストに同行してもらうことができます。あ、なんかスカウトとか前もあったな。なるほどね、マルチロビーに限り、滞在できる時間は3時間となっています。マルチロビー上で表示されるプレイヤーのタイムパトローラーランクになります。毎週毎週これが変わってくる、まあやっていかないと継続して高い上位ね、上位ランクはまあ取れないと。やらない人は途中でなくなってしまうみたいな感じだね。リーダーがパトローラーをチームに加える場合はパトローラーのプレイヤー情報画面を確認し、シングルロビーは、オプションスカウト、マルチロビーやオプションチーム勧誘でメンバーを集まることができます。上でビーコンを発信し、お互いの位置をマップ上、あ、これでも分かるんだね。ナヌ新たな時の裂け目が発生しました。いや多分本製品できないでしょ。時の裂け目から行くことができ、それで行くか。じゃあはい、なんか新たなね裂け目ができたということで、こちらからちょっと行ってみましょうか。あ、ここから行けんじゃないの。なんかイベント的なもんがもうないね。ないないない、もう一通り終わりなのかな。うん、そんな感じですね。ということで少し調べたんですが、このベータ版、対戦の方がタイムパトロール、強襲ラリッツ編をまあクリアすることでタイムパトロールは終わりと、パラレルクエストの方は3人協力プレイ、まあ、チュートリアルがあって、エキスパートミッション、タイムパトロール、先ほど多分やったね、サイヤ人編、ナメック星編、で、これでクリア。マルチロビー解放。タイトルメニュー戻ってマルチロビー入り直す。これが多分できるっぽいんです、それを多分次回最後かな。このマルチロビーってやつできるのか分かんないけど。まあ、できなかったら多分ここで終わります。今ここまで、今ランク、レベルが11まで上がって、一応ですね上げとこうかな、せっかくなので。最大の記録でもいいじゃん。まあ適当なので、これはねこのデータは本製品に使えないらしいんで、とりあえずここまでやってレベルの方が11くらいですね。でプレイ時間の方がまあ 2,3 時間ぐらいかな、まあ、結構出てきるよね。うん、はい、ということでとりあえずここまでということになります。マルチロビーの方もしできそうだったら、まあ、番外編ということで、こちらベータ版の方またアップしようかなと思います。とりあえず、チュートリアル全体的な流れはこんな感じで、ゼノバース2でした。本製品発売しました、どんどん進めていきますので、そちらのご視聴の方もよろしくお願いいたします。それでは発売までお待ちください。11月2日です発売は。ということで最後は手を振ってお別れです。さようなら。